の家とももはや1ヶ月になるかもしれません。西岡翔吾、引っ越しの旅。一発目はホームメイト丸山。物件探すみたいな感じだったんだよ。言ったっけ、俺一昨日まで物件なんか探すつもりなかったからして昨日俺ノリでどうしようかなと思ってて、ノリでちょっと神吉チャンネルに引っ越しするかって言ってみるかってこういう流れになったからして本当に来ちゃってるから。物件3つまとめてます。物件3つ、ですね、何箇所か、ミュプレ丸山、それからリライエンス丸山、カスタマルやろな。と、この3つ見てみて、あと他にいい物件があればちょっと見てみたいっていう感じで。ホームメイト以上、ホームメイト丸山店からお送りいたしました。で、結局決まったの？結局ね、決めちゃいました。なんか不動産屋の人聞いたら、普通ね、来る前に電話するらしいんだよ、ほとんどの人。うん、結論から言っちゃいます。もう決めちゃいました。早っ。普通だったらちょっと泣いてたよ。早すぎだろ。普通だったらね、ちょっと待ってるとかそういうのあるんですよ。ほとんど食費用が68,000円かかってた。で、その物件自体もなかなか高くないけど、これはもう決めるしかないっていうことで決めちゃった。あと管理会社から連絡待ちだね。なるほどね。ということで、チャンネル登録よろしく。ただいま西岡拓、新西岡拓に着きました。ずいぶん白いね。あ、来た、電気の下が先に、北海道電力利用してたんで着きました。はい、ちょっとゆっくりしてます。10万円使いました。いや、誰使ってんの？冷蔵庫、洗濯機で、本当8万円近く、値引きで68,000円です。引っ越し券23万円かかりました。そんなもんだな。わかんない。これで終わりたいと思います。さすがに今日はもう出ます。では、明日の夜もやろう。ということで。